山梨県立笛吹高等学校は、山梨県笛吹市にある公立の高等学校である、総合学科を設置している。2010年4月、山梨県立伊沢高等学校と、山梨県立山梨園芸高等学校の統合により誕生した。旧伊沢高等学校の敷地にあり、東廃合の最中は一校舎を、伊沢、園芸、笛吹高校の生徒が共有していた。 文化祭は、笛吹き祭という、同行の効果は、ロックバンド、レミオロメンのボーカル兼ギター藤巻良太によって、作詞作曲された。これは、統合年度である2010年度、同行への入学が決まっていた笛吹き市内の中学生2名が、効果制作をレミオロメンに要望する内容の手紙を、山梨県教育委員会に託し、関係者を通じて、 デミオロメンの所属事務所に届けられたことによる。開校2年目の2011年度より新校歌が制定されたが、それに先立つ同年3月8日、一期生及び関係者に初めて歌詞と曲が発表され、同校において合唱が行われた。通常の校歌は1番から最後の番まで曲調が変わらないのが一般的であるのに対し、同校歌は、 最後の3番だけフレーズが一つ多く曲調も変化するのが特徴であると歌唱指導に当たった同校の音楽担当教諭により明らかにされた。2012年まで伊沢高校と校舎は共有であった。未来信じ、希望を持って歌って、レミオ、藤巻さん作詞、作曲笛吹高校歌に思い、山梨日日新聞2011年1月25日付長官、第2版。 第22面。信仰家が紡ぐ心の絆先輩からの贈り物に、感激、山梨日日新聞2011年3月9日付長官。第2版、第25面。ありがとうございます。